ヒエロニムス・ボスは、ルネサンス期のネーデルラントの画家。初期フランドル派に分類される。本名は、イエルン・ファン・アーケン。オランダ語でイエロニムス・ボス、ドイツ語で、ヒエロニウムス・ボスと発音するが、日本では、ヒエロニムス・ボスと表記されることもある。ベルギー国境近くにあるス・ヘルトーヘイン・ボスの、画家一族のもとに生まれた。父アントニス・ファン・アーケン、ソフヤン 兄の宝船及び三人の王子たちが画家であった。母親は下手屋の娘だった。ボスの修行時代についての明確な情報はないものの、父親の工房で制作技術を身につけたとされている。1478年にボスに公式の自由な画家としての資格が与えられ、同年にアレートホヤールトファンデメルベンヌと結婚する。 メルベンヌは上流階級の富裕層の出身であり、それは持参金に土地が含まれるほどであった。ヒエロニムスは本名のラテン語読みで、作品にはボスとサインをしている。画名の由来はスヘルトーヘンボスで生まれ、生涯のほとんどをここに住んでいたことにちなむ。生前の資料に乏しく、生涯には不明な点が多いものの、父のもとで絵画の修行をしたと推察され、 冬内への娘との結婚によりがいのキリスト教友愛団体である聖母マリア兄弟会に所属、名士としても活動しながら会の依頼で絵画の制作活動を行っていたと考えられている。快楽の祖のボスはヨーロッパ各地の王公貴族たちからの依頼に応じ多くの作品を制作した。特にスペインのフェリペ2世はボスの絵画の熱烈な愛好者でありマドリードに 傑作の多くがあるのもそのためである。しかし、ほとんどの作品が16世紀の宗教を改革運動での偶像破壊の煽りを受けて紛失し、現在はわずか30点ほどの作品が残されているのみである。また、一部の作品には候補や修正の後も確認されているほか、後世の模索もあり、心眼の判別が困難なものも多い。 聖書に基づく風話を絵にした作品が多いが、同時期の他の初期フランドル派とは一線を画した、シュルレアリスムを思わせるような幻想的でかいな作風が特徴であり、それぞれの主題や制作意図も謎に満ちている。その作風は、ピーテル・ブリューゲルをはじめとする後世の画家に大きな影響を与えた。現存する作品には普通の板絵のほか、 三連祭壇画の形式を持つものがいくつかある。この形式は当時のフランドル絵画では頻繁に行われた。有名な快楽の園も三連祭壇画である。この作品は向かって左のパネルにキリストの姿をとった神がアダムにイブをしわせているエデンの園があり、右のパネルに地獄を描き胴体が卵の殻になっている男性、人間を丸呑みにしては、 すぐ排泄してしまう会長、その他何とも名付けようのない奇怪なイメージで満たされている。中央の一番大きなパネルは、快楽の園で、現世と考えられ、無数の裸の男女が様々な快楽にふけっている。様が描かれているが、単なる群像ではなく、一種異様な雰囲気であり、背景には、やはり奇妙な、生物とも、無生物ともつかない物体が配置されている。 この絵画の主題については様々な解釈がある。中央パネルが公職の罪を表し、その罪を犯した者が右パネルの地獄図で罰せられているとするのが最も一般的な説であるが、ボスがアホーブネを題材とした他の作品、狂人戦では、境界勢力を痛烈に批判していることと合わせ、この絵はアダム教あるいはアダム主義と言われる異端の描写であり、 地獄図で拷問されているのは、騎士、僧侶など、アダム主義の蜜ぎを否定する、境界勢力とする説もある。ありがとうございます。